はい、皆さんこんにちは、ムンケンです。今ね、3万から5万ぐらいでね、の価値がある福の神コインね、バトマス4でね、今日行ってみたいと思います。これね、さっき7枚ぐらい取れたんですよね。普通4枚ぐらいみたいですけど、全部でこれでフリーズブレイドみんなでどかどかやっていく、逃さないようにして、で、1匹になったらね、変化するかもしれない形になると思います。今回も1匹も逃がさなかった。2匹だ、当てカードの率が半端ないですよね。かわいしたいのにかわいそうですけど、カード率が半端ない、勝つかもしれない。ガード率すげえ。まあ、やられることはないですけど、あと4でね、最近、4発か今。だから、はい、じゃあ今回はね、何個でしょうかね。さっき7個だったんでね。はい、じゃあ開けてみましょうかね。お、普通に福引きが入ってんだ。さっきは全部ね、スペシャル福引きだったんですよ。なるほどね、福引きの時もあるんですね、これね。間違えないようにしないとね。はい、じゃあ次もちょっと飛ばしでボスだけやってみましょうかね。はい、じゃあまたね、ボスやっていきましょうかね。フリーズブレイドで同じくやっていきます。まあね、さっきほんと7枚中7枚があれだったんで、まあ運だったんでしょうね、あれね。皆さんに言おう、ね、魔法より断然いいなと思って。はい、では最後やっていきましょうかね。4匹目。はい、行きましょう。フリーズブレイド。あ、逃げた。できんのか。まあ、このメンバーとはこれで終わりかな。はい、お疲れ様でした。はい、じゃあどんなもんすかね。スペシャル福引きが
やっぱ逃げた分が逃げた分なんですね。はい、お疲れでした。はい、じゃあまあこんな感じで、スペシャル福引きがね、やっぱ飽和してたり、福引きがね、結構大量にね、出るんで、まあ割とね、1人当たり3万から5万ぐらいでね、今取引されてるんで、結構やっぱ割と、価値があるとね、言われてますね。はい、じゃあ失礼します。